な例のあの普天間基地の移設問題でどうもその大事な点で報じられてないことが2つあるのではないかというふうに思う点があったので、まあなんかとりあえず先送りってことが決まり、コペンでももう2人で首脳差しの場合はやらない、首脳会談はやらないということになったので、年越しは決まったような感じの言い方になってますが、ちょっとそれはそれで結構なんだけど、ちょっとこれも考えてねっていう2つのちょっと視点をですね入れたいんですが、1つはですね、実はどうもちょっとこの今の議論の前提ね、つまり自民党政権下でアメリカと、まあ、あそこの辺野古、沖埋め立てで合意したと。で民主党は野党時代にまあ、県外移設をしきりに言い、マニフェストにはかろうじて県外移設って言葉は入らなかったんだけど、マニフェストでも見直しを謳って公約して、でしかもその公約を背景にした、沖縄の選挙で、自民党が全敗、するというようなことも起きたという中で、民主党は公約守ろうとするとアメリカとの約束、まあ、前政権とはいえで、まあ、皆さんがいつも言っている事情変更の、ね、その、原則の話とかがまあ問題になっていると。でそれはそれで一つの大きな問題なんですが、ちょっとやっぱりちょっと空気の話がここ出てくるのかなと思うんですけど、設定されている場面がどうもそのなんか意図的なように見えてくる要素が2つくらいあるんですね。つまり本当にそういうシナリオが全てをカバーできているのかというと、どうもちょっと怪しいような感じがするところがあって、一つがですね、これはアメリカ、宜野湾市のですね、伊波市長が実は仕切りと言っていることで、実はもともとそのあそこにそんな空港は本当はもうアメリカは必要としていないんじゃないかと。でその実は2005年と2006年にその2回この、基地の移転では合意をしているんだけれども、2006年の合意では、まあ、これ再編実習のための日米のロードマップと呼ばれているものなんですね。2006年5月1日なんですけども、でもそのこれによるとですね、どうもアメリカはその単に司令部だけではなくて、事実上海兵隊をほぼ丸々、グアムにもう移転することを決めていると。でその決めているというのは2006年7月に、作成されたグアムと、統合軍事開発計画にも、まあ、そのような下りがあるし、それからグアムに当然、まあ、そのたくさん米軍の海兵隊の関係者が引っ越してくるんで、住居とか建てなきゃいけないでしょ、まあ、それは1万人とか8000人とか1万人が大変な民族大移動ですよ。でそうすると環境アセスメントが必要になるんですね。で環境アセスメントを出したのによってもなんか実は8000人だけじゃなくて家族もろとも、ほとんど引っ越してくるというふうに見られるような記述があると。だからそうするとなんか1万8000のうち8000だけがその、まあ残って、で実際に、まあ、日本にはその実動部隊中核部隊が残る、だからヘリポートがいるんだ、でヘリだけじゃなくてオスプレイとかも残すから滑走路がいるんだっていう話はどうも前提が違ってるんじゃないかって主張がちょっとあるよね。でちょっとねまずね伊波さんの話まず見ていただくのがいいかと思うので見てください。辺野古がですね、その前提が崩れているにもかかわらず、今その、まあ、約束だから作れというような米国の、まあ、脅しにも似た強い態度のもとでですね、政府が、まあ、たじろいでいると、こういう状況だと思うんですが、やはりきちんと事実を日本政府として、国会の場にも国民の場にも明らかにしていくことから始めていただきたいというのが一つなんですね。報道の基礎になっている、検討の基礎になっているのは2005年の10月の合意なんですよ。これは何かというと、司令部が、グアムもしくはハワイへ行くと。でしかし実動部隊は沖縄に残ると。でその時の形としては旅団規模の形というふうになってまして、で普天間の実動部隊が残るので、それを保管するヘリ部隊は必然的に沖縄にいなきゃいけないから辺野古が作らなきゃならないというのが今までの辺野古建設の理由だったんですね。ところが、翌年2006年5月の今ロードマップと言われているこの合意の中には、米国の中における考え方の、まあ、変化がありまして、沖縄の海兵隊の拠点をグアムに移していくという考え方が
も出まして、その計画に基づいて司令部はもちろんですけども、それに属する部隊一切がですね、グアムに移っていくと、こういう計画が今着々と進んでおります。でそのことに基づくならば、当然普天間のヘリ部隊も同時に行くわけでありまして、そうすると辺野古基地っていうのは作られるけども、そもそも最初に作られる時の理由とされた状況は、前提が違っているということです。中部の市町村で、市町村長でグアム調査に行きました。でその場で、アンダーセン空軍基地の司令副司令官からも、沖縄から、海兵隊の航空部隊来ますよと、最大65から70機、そして1500名の部隊がグアムアンダーセン空軍基地に、まあ、その宿舎を構えますということまで説明を受けてるんですね。そして場所も案内を受けて、でその場所で今まさに建設されようとして、計画上何も変わりなく動いております。でアメリカが計画していることを日本政府に示してないということなんです。アメリカの責任が果たされてないと思うんですね。これはですね、2007年の3月31日までに、返還都市計画ということで、返還マスタープランということで、アメリカが日本政府に示す約束だったんですよ。でこれが示されてないんです。どの部隊が移り、どの基地が返されるということを2007年の3月31日までに示す約束だったんです。www.videonews.com